トリちゃんです。ケンちゃんです。ゆえちゃんです。僕たちの遊び場自慢のトリちゃんプレゼンツ企画です。そうだよ、いろんな筋トレグッズを紹介しちゃうよ。いつからそんなキャラになった。俺結構まあまあ飲んでるよ。で、正月から結構飲んでたけど、ほら、あーすごいね。結構来てるでしょ。でもすごい腕もパンパン。あーすごいね。最初全然つかんかったけど。何歳から来たの。商売ロック。商売ロックで初めて。刃で、はい、まずローラーからいきましょうか。まずちょっと足と気づいてる、この温度差。何が全然気づいてないよ。で、これはちょっと膝パッドね。でも普通はこんぐらいやんねん。こういけるね。マジか。でもこれは全然緩めんな。これ立ってやんねん。あーなんかやってるわ、いつも。ここからいきますよ。はい、ここまでいく。うわー下がる。よいしょよいしょ。これちょっとね、腰に悪いけどいけるの。これどこに効くんですか。ここはもう腹筋と多分背中とこの伸びるやつやね、全部。じゃあ誰が行く。あんたに。ん、俺が行く。うん。え、やるの。あんたらがやるの。ただの筋肉自慢しに来たんじゃなくて。これ違う。え、みんなも実践しようぜ。出て、どん立ってやるの。立ってやるよ。あ、下につく問題。膝がってるもん。こっからボローっていって。生まれたての羊みたいな。伸びろよ、もっともっともっといく。もっともっと伸ばすの。伸ばして。おい。え、これ一回もできないよ。ちょっと。え、じゃあ一回ひ膝つきでやってみて。あ、膝つきならいけるよ。え？やり方も全然さ、伸びる。お前、筋肉ゼロやん。まあいろいろ歌って踊ったりしてるのに。言ってた。言うたろ、はい。言うたろ。ちょっと僕座ってたらでいいですか。でも、筋肉やんって言ってるんですか。何回できたらいいですか、僕。3回ぐらいできたらいい。言うたろやから。はいはい、うん、お、いいね。もう全然いくやん。ケンスケやば。インチキしてない。いやいや、これ合ってるよ。もうちょいでしょ。でもめっちゃきつい。うん、これだけで来るのよ。でもね、きつい。せやろ、来るやろ。きつい。あのね、楽しい。これそう、ケンスケやばい。これできへんって。じゃあもう一回。でももう一個あんのよ。もう一回。何何何、プッシュアップ。これ角度がついてるわけですよ。ほら、これがまたいいんですよ。だいたいこの上ぐらいに足つけて。やってるわ、これも。トリちゃんやってたわ、ケンちゃん。これでもうこういうことですよ。ゆでたてた。いいね、来てますね。部下がいいね、これ。これは胸筋がバシバシ来てますね。もうこれを1日50回ぐらいやって3セットぐらい。よく喋りながら。もうこれ楽しいのよ。これでね、僕のおっぱいがつくんですね。胸筋なんですか。胸筋ですか。腕もあんねんけど、胸筋がもうパンプアップがすごいの。本当だ、めっちゃ赤くなってる。そう、普通見た方がいいですね、これは。好きな感覚でやってみて。え、感覚どっちがいいですか。どっちでもいいよ。やりやすいよ。あげて、あげるんだ。そこ、つぶったよ。生まれたてのヤギみたい。もう一回、もう一回、もう一回。頑張れ、もう一回行け。行け。ゆっくり行くからしんどいんですよ、そう。行け。今のカップすごい。マジだせ。スカイダイビングみたいになってる。あ、でもいける。で、あの変な規制聞こえへんもん。はーっていう聞こえへん。きつい。もう汗かくもん。もっと下まで行かないとダメだよ。お前が言うんだよ。本当にきつい。腕がマジできつい。でもね、みんなも日々コツコツ努力をすればこんぐらいの筋肉がつくので、ぜひみんなも筋トレしようじゃないか。うんうん。Amazon で安いよ。以上。次回の僕たちの遊び場は、あ、うわ、なんかやらしい熱気やもん。どういうことや、もう人殺してるなんでチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ティアミンさん、大学合格おめでとうございます。ミリさんと佐久間ひろさん、4月からの新生活スタートを応援してます。辛くなった時には下を見てください。下には下がいるので、自分だけじゃない。頑張れ日本。日本をバカにしたらもうすごいね。ちょっとマジ間違えた。